花火が鳴っている。さあさあ皆さん、ガズファストテイク今日もやっていこうと思います。暑いですね。8月になりました。8月と言ったらですね、まあ、この曲です、はい、プリンセスプリンセスの世界で一番暑い夏か。もうこの曲はね、歌詞の中に8月という言葉がなんと登場するということで、まあ日本を代表するね夏曲でしょう。これは今回はこのプリプリのね元気いっぱいの曲なんですけど、かなりまったりリラックスオリジナルアレンジでお届けしようかなと思っております。さあゆったり気分で聴いてください。はい、やってみる。1、2、1、2、3、4。8月の風を両手で抱きしめたら、イマジネーション飛び立つのサバンナへ。アレンジバージョンちょっとね、さっきこの曲今日は普通に弾こうかと思って練習してたんですけどね、なんか元気がいいんですね。プリプリバージョン、プリプリバージョンの元気炸裂なバージョンもいいんですけど、なんかこうね大人なまったりムードの夏曲っていいなと思ってやってみました。このね原曲通りだと、One and only day、 こんな感じです。勢いが、まあ、こっちもいいですよ。こっちもぜひやってもらいたいけど、まあ、このこういうのってこの定番を知って、それの要はなんていうのかな、カウンターとしてこういうアレンジっていうのはあると思うんで、もちろんこの
あの8ビート元気もりもりプリプリバージョンもやってもらいたいと思うんですけど、もちろんこれガズレレでレッスン動画公開されてますからね、これもやってみてくださいよ。概要欄にねレッスン動画貼っとくんですけど、これめちゃくちゃおすすめです。あのコードも少しシンプルで、本当にねこんなこと言うとあれですけどね、めっちゃよくできてる曲なんですよ。このメロディーの感じ、 E7 からサビの F に行く感じとか、もうねたまりません。ぜひねこれやってみてください。概要欄に貼っときますんでね。はい、でまあ今回はこのレゲエアレンジっぽい、レゲエとかちょっとなんと最初はねアルペジオと8ビート混ぜたこうちょっと自然なこうコードの動きを入れてまあやってみたんですけどね、まあもうこれをレッスン使用してくださいと言われても、なんか二度と同じことできないんじゃないかって感じのこのアドリブさ加減なんですけど、まあそこまでやっぱりね、この曲を自分のものにしているとですね、まあいろいろこう楽しめるわけですよね。アレンジを変えるっていうのも一個の音楽の、お楽しみというかですね、面白みだと思います。今も聴いてもらって、まあ同じ曲なんだけど、このリズムが変わったり、ビートが変わったりすると、なんかまるでね、違う、曲に感じるけれども、なんかメロディーは、あの曲だという、そういうね、なんかこう、新しい面白さに皆さんちょっとやってみてください。ガズレレをやってると、いろんなね、リズムのお勉強ができるようになりますからね。8ビート、アルペジオ、ガズペジオ、なんだ、16ビートとか、カッティングとか、まあ、とにかくいろいろアイランドビートとかね。今のレゲエビートもね、これも結構難しいリズムですけど、一応レッスン動画上がってますから、レゲエのね。はい、リズムを変えて、自分の普段の、なんつうの、いつものおなじみの曲もね、雰囲気を変えてやってみるのもおすすめでございます。そんなわけでね、このガズファストテイクっていうシリーズやってるんですけど、結構ね、もうガズさん、このガズファストテイク、なかなか面白くなってきました。なんつうの、普段レッスン動画だと、やっぱりどうしても皆さんの分かりやすいように、プラス、原曲の雰囲気をすごくこう、大事に伝えたいわけじゃないですか。当然ながらね、皆さんその原曲を、やっぱり演奏、ああいう感じで演奏したいなと思うから。でもこのファストテイクの場合は、本当にガズが普段リビングルームとか、大好きな自分の居場所で、ゴロゴロこのソファーに、ね、転がりながらね、わあ気持ちがいいなって歌ってるのを輪切りにしているというそういうコンセプトで、このザ・ファースト・テイクっていうね、めっちゃ人気 YouTube チャンネルを見て、この一発撮りのね、このなんつうのかな、その緊張感というか、その瞬間をギュッとパッケージした感じってすごくいいなと思って、ガズレレでも同じような感じにやりたいなと思ったんですけど、まあまあ、こんな感じで、このカメラ一発撮りで、なんかに、なんつうの、やり直しが効かない感じの、動画のシリーズにしていこうとってやっていいんですよ。ということで、これ、さっき、この動画のね、最初に、一番最初にこのカメラの録画スタートボタンをピッと押して、今日この動画の一番最後にまたピッと押すまで、一回もこうカットを入れない、ノー編集というかですね、テロップは入れますけど、カットは入れてないぞというね、すごい企画をやってるんですけど、この緊張感がたまらないですよ。だからですね、なんていうのかな、間違えてもそのままいっちゃいみたいな。間違えたとしてもそれをアレンジにしてみたいな、まあそんな感じで楽しんでるんですけどね。はい、他にも世界中の名曲、このガズファーストテイクで取り組んでおります。概要欄にガズファーストテイクの再生リスト貼っとくので、他の曲もガズさんどんなアレンジでどんな雰囲気で弾いてるのかなっていうね、いつものレッスン動画ではない一面もですね、見ていただけると嬉しいかなと思います。なんかやっぱりいいよね。今もね、すごい気持ちよかった。僕ね、やっぱこのレゲエみたいなリズムがね、やっぱ結構好きなんですよね。家でもよく聴いてます、こういうやつを。なんかこの、なんていうのか、独特のね、このリラックスする、なんかこう、チルアウトするみたいな。レイドバックするみたいな。よく、かっこよく言うとそう言います。この、やっぱ気分によって使うわけ。この絵、こういう楽しみができると本当に最高ですから。ぜひ皆さんもいろんな角度から音楽楽しんでください。まあできれば曲覚えた方がいいですけど。まあでも覚えてないにしても楽譜ずっと釘付けてなければ楽しめると思います。楽譜を見てパッといろんなところ見て、自分の部屋とか太陽とかなんか見ながら、でまた分かんなくなったらピッと見ながらこう演奏を続けて、これを続けていくとね、結構いい感じでできると思うんですけど、まあアンプつって曲を丸々覚えるのはですね、もう決意するしかないんで、私はこの曲を覚え切るぞ、覚えるっていう決意のもとにやると覚えられると思う。大好きな曲ぐらいだって楽譜見ずに歌いたいもんね。おすすめします。さあお知らせです。ガズレレの本ずらっと並んでますけど、20万部突破ということで、ガズレレフェア開催です。でこのね、ガズレレフェア の開催のご案内の前に、この黄緑色の本ソングブック6が8月17日もうすぐですね、100曲入りで、出版されるんですけど、こちらの発売を記念したタワーレコードでの無料インストアライブイベント開催です。皆さんウクレレ持って集まってください。セッションしますからね。はい、もうセッションの課題曲も設定してます。この辺について概要欄に詳しく書いてあるんで見てもらいたいんですけど、今ね、
このタワーレコードさんのイベントはどなたでも何の申し込みもなく参加できるんですけど、できればこの3店舗さん、8月18日渋谷、8月24日長野県上田のタワーレコード、9月の8日、大阪、八尾のタワーレコードさんで本の予約とか注文とか購入をしていただくと、ガズが本にサインしますよとか写真撮るよとか、あとはそのイベントの時に前の方にのエリアに来れますよというね、チケットをいただけるようになってるんですね。なんでぜひ皆さん電話予約、インターネット予約もこの3店舗で受け付けてくださるっていうことなんで、その辺の詳細も概要欄にあってあります。でこっちの本のもね、 Amazon の予約もしちゃったという方、キャンセルしてこっちのタワーレコードで来てください。全国から皆さん来てください。なんつったって私もですね、かなりの東京と、なんつうの、遠い道のりを旅していきますから、皆さんも全国からこの3つ選んで遊びに来てくれたらいいと思います。ウクレレ持ってきたよ、大セッション大会ですからね。はい、というわけで8月17日にこの黄緑色の本が出るんですけど、まあそういうことで20万部突破ですよ。ガズレレ YouTube チャンネルも20万人突破していただいて、同じタイミングでまさかの20万部突破。はい、ガズレレフェア、これを記念して開催です。フェア開催中に、ガズレレ本を指定のね、フェアを開催している店舗で買ってくださった方にはおまけがつきます。ノートプレゼント、ミニノートプレゼントと、あと抽選で3名様に初めてウクレレプレゼントということで、これもね、詳細概要欄に貼っておくんで、ぜひね、ガズレレフェアもご注目ください。もうちょっとしたらね、このガズレレフェアどこの店で開催されるかというリストも公開されます。お願いいたします。はい、そしてですね、まあいろいろやってるんですけど、このこっちの方も読んでほしいな。これはね、ご機嫌ガズレレデイズといって、ガズがめちゃくちゃいいこと言ってるエッセイ本です。これ学部の本じゃないのよ。ご機嫌で音楽できる、ご機嫌で毎日生きていける、そんな楽しく生きる秘訣がここに書いてあります。ぜひ読んでください。主婦の友社から全国発売中です。さあ、そんなわけで夏、汗だくで歌うのももちろん最高だけど、エアコンが効いたリビングルームでまったり弾くのも、これもまた最高。はい、夏バテには注意。はい、だけどやっぱりね、本当は汗だくでね、夏の曲太陽の下で歌いたいとこですけどね。いや、本当に気をつけないといけない。てなわけで今日のガズファーストテイクは、世界で一番暑い夏お届けしました。皆さんもぜひやってみてね。はい、それじゃあ、バイバイ、また会いましょう。